はい、えー、ついてですね、下地の絵を作ります。新規コンポジションですね、いよいよメインのところにしまして、ブラック平面を置きます。で、作り方なんですけども、グラデーションを置きます。はい、エフェクトですね、グラデーション。これね、放射状にして真ん中、こういう風な形にしてあげてください。で、この後、タービレントディスプレイスをかけます。はい、こんな感じ。 で、なんでこれ書けるかっていうと、あの、まあ、重ねる場合にですね、ちょうど明るさのところで重ねるんですけども、グラデーションだけだとなんかね、規則正しくなっちゃって、ちょっとあの、怖さっていうか、なんかいかにもって感じになっちゃうんで、ここでタービュレントディスプレイズで、わざとこういう風に歪ませるみたいな、ちょっとした技なんですけども、こういった形に取ってあけます。そして、先ほどの、ここですね、下地で、文字のところで使った、あるんですけども、これを上に持ってきます。パチッと。 そして、持ってきましたら、モードから、えー、乗算ですね。乗算かけます。そうすると、さっきのこの白い部分のところに、ピタッと当てはまるような形になります。で、かけたら、今度はエフェクトでですね、ちょっとこれあと後らしいので、まあ白黒にしちゃって、そしてまあ反転とかね、しちゃうと、ああ、これ、これで一気に怖さが増しますよね、反転。はい。そしてトーンカーブで色付けをしてあげると、こんなような形の、ちょっと怖いようなね、 あとですね、もうちょっと、あの、コントラスト強めたい場合は、調整レイヤーとかね、ベッド上に重ねて、こういう風にしてあげると、さらにね、こう、陰影がつきやすいかなと思いますね。続いてですね、最初に作ったタイトル部分2のね、この先ほどの文字。はい。これを乗っけるんですけども、ただこれだけだとね、ちょっとね、違和感が出ちゃうんですよね。で、これのちょっとね、かっこいい作り方をちょっと説明したいと思います。えー、新規のですね、コンポジションで、えー、ブラック平面、そしてフラクタルノイズを適用してあげてください。 はい。もう、お馴染みのフラクタルノイズですね。ノイズ出すためのものです。で、ここの値を、そうだな。ダイナミックにして、あと、これもちょっと複雑にしましょう。なんか陰影とかもね。ちょっとコントラストをこんな感じにして、そうですね。あとはまあいいかな。まあコントラストをこれ強めるとね、いいんですけども、まあ、あの、ダイナミック以外でも全然大丈夫かなとは思うんですが、えー、ちょっとここダイナミックに設定します。 そして今度、えー、メインに戻って、いよいよちょっとこの辺のね、今のノイズの使い方を解説しますね。はい。まずですね、先ほどのタイトル部分を直接乗っけます。そして、さっき作った文字ノイズですね。はい。これを乗っけます。そしてタイトル部分を編集から複製で上に持ってきます。まあそうするとですね、こんな形で、はい、サンドイッチの法則になりました。 で、ここでトラックマットで、アルファマットでやると、まあ、こんなような感じで抜けるんですけども、ここね、ポイントとしてですね、ちょっと押さえたいのが、このタイトル文字上に乗っけたところですね。これがちょっとポイントになります。はい。ちょっと一回ですね、こっちの方、トラックマットなくして、はい、重ね合わせます。で、どこの部分にノイズ乗っけるかっていうところを、結局この上のタイトル部分で決めなきゃいけないんですが、ここ、キーイングで抽出っていうのがあります。これをですね、ドラッグアンドロップしてかけます。 で、ここの中でブラックとホワイトのバランス、つまり文字の明るい部分と暗い部分だけをうまく抽出、まあ抜き出しましょうっていうようなことなんですけども、ちょっとここね、ブラックポイントをですね、ちょっと上げていって、はい、消えてきますよね、だんだん文字がね。ここの部分、いらない、要は欠けていいですよっていうところを抽出しています。ここはそうだな、結構、ちょっとなんか、このぐらいで残ればいいかな、なんとなくこう、雑でいいです。 この部分がノイズになりますんで、はい、これの設定ができたらトラックマットで反転させてあげると、はい、こんなようななんかこう崩れた、錆びついたような文字っていうのを作り出すことができるわけです。